みともラジオ。戦争ちゃんとやる。杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ、ね、昨日はあのタモリクラブ見ましたか、ね、星野源さんと斉藤和義さんがね、あのオープニングのお尻のオーディションの、ね、審査員をしててオーディションだっつってやってんのに結果全員合格というね、なかなか良かったんじゃないですか、ね、そんな感じですか昨日は、なんかやってたかな。通常営業です本当に。昨日はね、あの真面目に、真面目にというか、あのまた久しぶりにカモンをやってました。早く作れよ俺ね。なかなかね体力がいるんですよ。あとあれです、原稿を書いてまして、メルマ旬報のね T シャツ連載っていうのをやってるんですけども、締め切り前に返せたのがちょっとあまりにも気に入らなくて全然原稿が遅れなかったんですね。こんなんじゃないで、何かいい、もっといいというかね、まあ他の連載人がもう素晴らしすぎてね、まあそこに挑まなくちゃいけないからですよね。こんなちょろちょろっと書いたような文章でね、いいわけがないと。でちょっとずっと悩んでましてね、昼間に打ち合わせに出たんですけども、その出る直前にね思いついたんですね。あ、これがあったかとね、そんな感じで、結局夜中になっちゃったんですけども、原稿を書いたりね、昼間の打ち合わせはね、あの陣内の打ち合わせだったんですけど、麹町の日テレにね行きまして、まあ、番組収録前に打ち合わせね、別の打ち合わせをする、いつもねするんですけど、そこに毎節でやってきてたね初恋太郎くんがいまして、初恋太郎といえばあれですよ、最近は何でもアイドルのイベントの MC なんかしちゃったりなんかしちゃってますから、ついてね顔を見た途端ね、なんとマネケチャのね箱 T を着てるんですよ。しかも黒色ね。おーってね、なんでお前はマネケジャの箱T着てんだみたいな話から、アイドル談義になりましてですね、いやいいですね、芸人さんはやってアイドルさんのイベントの MC とかねやってるんですけど、ここでいろいろアイドル情報をね教えてもらいまして、一組ねなんか、教えてもらったんですけども、また忘れちゃった。チャなんとかっていうね、ぽっちゃり系の ABEX のぽっちゃり系のアイドルだったんですけどね、それがね、YouTube でちらっと見たんですけども、まあ
踊れるんですよね。ただまあ、ぽっちゃりなんで、僕アイドルにねそこはあんま求めないんで、まあ押すことはないだろうと思ったんですけど、まあねちゃんと歌って踊れるね、さすが ABEX っていうのを感じましたね。それがなんかパフォーマンスがすごい面白いらしいんですよね。ちょっとまあ見る機会があれば見てみたいかなとかね、いろいろ聞きましたけども、いろいろ聞いてるというよりもまあ僕の方がより知ってて驚かれました ねそんなにまあ情報だけね、とりあえず用意をしてるだけ。あとあれです、乙女ブレイブの話もちょっと聞きまして、これ好評になってるのかどうかわからないんで、ちょっと言えない情報なのかどうかもわからないまま聞いた情報もあったりとかね。いやこれからねちょっとそういう 裏情報をねこう盗み聞きしてやろうかとね。当然あれですよ、ピカリンをね、ピカリンが面白いからね、なんかあればね呼んでやってくれよと、そういう話をしてましたけどね。そんな感じですか。じゃあ来ますかね。今日はあれですね、マネケジャが埼玉の富士見、ラポート富士見でリリーベがあるそうで、無線なんでね5時からだって。今から飛んでいけば間に合いますよ。どうします、そそくさとやっちゃいましょうかね。誰だこんにちは。あれ声が出てない、出てる、こっち、こんにちは、出てます、はい、春から直接聞いたんだけど、春は僕に何かプレゼントするとしたら、ね、猫だな、もう猫いいよをプレゼントしてくれるんだそうです、ね、嬉しいね。サンキュー、野良猫でいいんで、本当に三毛猫が欲しい、三毛猫のオスが欲しい、ね、三毛猫のオスはね、なかなか希少種ですからね、生まれてこない、うん、博多華丸は人類が達成したことの中で一郎の安打、なるほど、が最高だと思ってるそうです。いいんです、いいんですの人、この人ね、この人、サンキュー、いいんですの人、いいんですね、とかかりだろう、宗教の確立だろ、一郎好き、花丸さんでしたっけ、あ、そう、万歳、花丸さんにはね、あまりこう否定的な意見はないですね、すごいですね、さすが野球好き、全員同意の意見ね、もっと聞きましょう。ユッキーに今年の目標が達成できたか聞いたら、はい、なるほど、何の目標だったんですかね。サンキュー、うらやま、まだ8月なのに、ね、早い、ね、もうちゃんと驚いてる、素晴らしい、愛の今までの人生で最良の日はおそらく今年中に来るはずです。なんか素晴らしい、いいじゃないですか。そうです、何ですか皆さん、ね、わ、サンキュー、もうすごいですよ、おめでとう、先にね先行してね、占い、まさか、ね、あと半年ちょっと、ね、あらわら、ビバビバ、ハリバナラ知ってます、アスケリスクシラッシュラッシュ、とりあえずおめでとうございます。タコさん の曲の中にね、人生ワンダフォー、おービューティフォー、今日はね、ありますね、あのいい歌ね、優雅10年以上続けてることは、ね、プラムソニックだそうです。うん、いいじゃないですか、一度見てみたい、ね、言うだけ言ってるけど、あと23年続けると2039プラムソニック、よき言ってやれる万歳、まだ23年あるか、10年続けたら後の20年30年は続くでしょう、ね、シャンシャンへの好きなお菓子ってマミー.ビーリーローズ&トゥート.アイリーロールズらしいです。ガミーブレ&トゥーティスロール、すごいよねこのシャンシャン、シャンシャンション、
リップの数、何有名人なのかな、何なのこの人、怖い、怖い、ワタイズエドスイエスオネビーズアウェイスモードット DNNY29T.AT ソースウィートわからん、ドット ID、 ちょっとこの人見に行きましょう、ちょっとね、あ、これやったら俺答えんでいいんだよな、ランク29やって、マジかよ、私ソファーの下で、ウェイ It's A.ES を埋めて CU、 うわぁ、ほんわら、How have you been? もう英語わかんない、そういえば、うん、私ソファーの下でマリーを見つけた時は大笑いしました、マニーすごいよね、この数、何この人有名人なのかな、ね、How much? いくら2ミリオンドラーズ200ドル、マジかよ、すげえな、100ドルくれって、100ドルくれっつってな、あーもうめんどくさい、いいや、ちょっとやめちゃう、ちなみに、うん、私とはただ専門家の共通点ってなんだと思いますか、ミートモが好きなとこじゃない、インタビは内緒にし、ね、日本語で答えとけ、ね、知らね、M.IT 用語が好きなとこかな、ね、確かにその点では一緒です ね、 ね、これなんか不思議だよね、これ日本語喋るのにさ英語なんだよね、シーア .ATIDOSV.DER シーアレッターでデスベバババダー、これ英語なの、英語わかんないよね、知ってるアンサーさん、知らない、あ、そうだね、すごいよね、へえ、あ、誰かおる、応援歌ファンだよ、ちょっと兄さん聞いてやりましょう、お邪魔すから、そうだね、はがき職人さんですよね、よく名前を聞きますよ、ラジオから、この前、うん、撮った俺のコーデの写真があるんですけど、ね、見るよ、早くせよ、うわー、ハートだけつけて、サンキュー、焼けるよ、ね、もっともっと聞きましょう、俺ここ2、3年の世の中で良くなった点は、パソコンのキーボードを覚えなくても良くなった、ね、だと思ってるんです、なるほどね、まあ慣れだよね、サンキュー、どこだ、結構早い段階で覚えますよ ね、 ね、もういいや、そういえば、うん、原田専門家はさっきまで何をしてましたか、はいはい、ね、ルシファーな、出た番組をいろいろ見て、はよ、真っ昼間に、ルシファー何ちゃらとか。何ちゃら。ね。それは素晴らしいことです。ね、素晴らしいことです。ね、バイバイ。ではま、また来世。いいね、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 うりゃ、おーい。あ、それ聞きたい。やっぱり埼玉行こう。ちょっと待って。合算チェックするから。急いで、ね、ララポート富士見飛んでいきましょう、質問したい、やっぱりない、もう郷さんはやらないと思うわ、井上のカラスのをやっときたいから、やっときたいですから、昨日天心向かいに会ったんですけどね、聞くの忘れちゃった、あー残念、やっと会えたね、そういえば俺全国区だと思ってたら、ね、実は自分の周りだけのことだった、といえば551です、大阪ね、あるときないときね、俺、うん、どんなときに眠れなくなるかというと、仕事のことを考えたときです、なるほど、ね、もうこんだけでいいか、俺一度でいいから、うん、エジソン見合ってみたい、で死人に会うのはあの、あ、青森ってね、イタコに頼みなさい、イタコに、そういえば最近原田専門家の周りで流行ってることって何ですか、なんだろうな、マネケチャで砂、うん、これは確実に来ますよ、本当に来ますから、今から乗っとくべきです、ね、間違いない、間違いない、流行ってるんですか、俺が言うんだからね、あといくつになったかな、またいつか、あと4だよ、明日にはまあ答え枯れるぜ、あ、じゃあ今日はそんなところでね、いいですかね、あー全部全部君のせいかも、僕を狂わ
せひどい女さ、チャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてください。儲かると思って始めてみたけれど、全然儲からないんだよ。登録してる人は知ってる人ばかり。下のボタンを押すだけで簡単に登録できるのに、チャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてください。T シャツを買えね。登録するか T シャツを買うか。ランク29ってやっぱすげえよな。